あ、すみません。急遽お集まりいただいてありがとうございます。お手元にお配りしているように、令和2年度の3月補正予算と令和3年度の第1回の補正予算について説明をさせていただきたいと思います。概要の方をお開きいただいて、この2ページと3ページがそれぞれ一般会計の令和2年度の第11回目となる補正予算、それから右のページが3年度の当初予算の続く第1回目の補正予算ということにしておりますけれども、いずれもそのこの両予算合体したものがですね、今回の経済対策、新型コロナウイルス感染緊急地域経済対策第7弾ということでセットにしたものを、第7弾の経済対策として出すということ、その他にですね、三次補正の伴う内需が出た事業等が入っておりますけど、メインはこの第7弾となる緊急経済対策で、あえてこういう変則的な形で、3月補正もすでに、2年度の補正予算も10回目の補正予算までは上程しているところでございますけれども、さらに追加して3月の補正とそれから新年度これから予算審議していただく前にですね、第1回目の補正予算ということで出しておるのは、この緊急事態宣言等の影響、このエリアでも少なからずというか相当な影響を受けております。飲食その他、さまざまな業種で影響を受けていらっしゃる。特にその状況がですね、昨年の11月後半、12月そして1月と2月に入っても引き続いているというところで、できるだけ早くですね、皆さんに、特にお困りの皆さんの方へですね、その力水といいますか、この事業を継承するそのきっかけだしになるような応援をしたいということで、今の仕組みでいくと、この3月議会が終われば、改選等もありますので、次は6月議会ということになる。で、そこでは遅いんじゃないかと、6月議会で、最終日、決定いただいたものをですね、実施するといっても、やはり7月以降になってしまう。で、そのブランクを埋めるためには、今回、こういった形で、出すということにしたところでございます。2ページ目、これが令和2年度の、11回目となる補正予算でございます。その中身としては、まず補正事業数として40事業、うち新規が4事業ということでございますけれども、一般会計で、1億8000万円を追加するというものでございまして、その中身としてはその下の方に補正予算の内訳としております。緊急経済対策第7弾が1億8200万円、そして、国三次補正の内需分が6億5690万円余り、そして今まで実施してきた、経済対策予算の補正、それぞれの執行状況等を見極めながら最終的に、6億5800万円の減を入れたものでございまして、トータルで1億8000万円ということになったところでございます。で、財源内訳については下に書いてありますが、右へ進んでいただいて3ページ目、これが第1回補正予算、新年度予算の補正の1回目ということでございまして、事業数としては9事業、新規事業は5事業としておりますが、引き続き先ほど申しますように、緊急地域経済対策の第7弾もここに、
ですから再三言いますが、令和2年度予算の11回目の補正予算と令和3年度の第1回補正予算、この両方を合わせて第7弾ということにしております。この第1回補正、新年度予算の第1回補正では8億4000万円を予定をしておりまして、補正予算の財源と書いてありますが、その一番下のところにですね、今まで緊急地域経済対策として取り組んできたものを規定分が第1弾から第6弾まで228億4000万円で、今回第7弾がこの2つを合わせまして緊急経済対策10億2000万円を計上するものでございます。めくっていただいて個別事業といたす、またそれぞれ担当に詳しいことを聞いていただきたいと思いますけれども、この表の中ではですね、4ページ5ページ最初に緊急経済対策第7弾をまとめてあげております。それで一番 表の右の方に補正に R2 と R3 が書いてあると思います。で R2 の方が11回目の補正予算で、 R3 の方が第1回補正予算、それぞれ緊急経済対策として行うものを項目別に、所管課別に書いております。で最初に括弧1、510万円、このものは県外の学生の皆さんが UI ターン、就職の促進するため、まあ、要は就活をするためにですね、お帰りになる時の PCR 検査の費用の一部を助成するというものでございまして、これはもう3月から解禁ということで、その活動が始まるということでございますので、今年度中はこの今年度というか、そのこの補正が決まるまではですね、規定予算の中のを使いながらやっていくということでございまして、で、まあ、3月1日から起算して7日前までの検査を対象とするということでございますので、2月23日からの検査が対象となる、まあ、したがって、本日から、周知募集を開始したいと、これは規定予算でやる部分ということでございまして、それから、まあ、それ以後のものは、この予算がお認めいただいた後に出すものでございます。それが510万円というものでございます。まあ、1回あたり上限1万円で1人2回までという制限はつけております。そこは括弧に出雲の観光イメージアップ事業、以下出雲の出雲のシリーズで4つの事業を書いておりますが、最初に観光イメージアップ事業、これはすで、に就航しておりますうさぎ号観光タクシーですね、そのガイドあるいは観光案内に JAL の客室乗務員を配置するというものでございまして、直接その客室乗務員がガイドをして、また各所を一緒に巡ってくれるというものでございまして、まあ、300万円計上しております。次は出雲のお店応援プレミアム付き商品券発行事業ということで、5億5500万円計上しておりますけれども、まあ、先ほど冒頭お話したように、市内に、大きな影響を受けている、中小企業等の売上回復支援というために、個人消費を喚起する市民向けのプレミアム付き商品券を発行するというものでございまして、5000円相当の商品券を3000円で販売するというものでございます。10万組を用意しようと思っておりまして、まあ、1人3組、まあ、プレミアム付き食事券昨年、発行いたしました、まあ、大変な好評でございまして、それはただ、飲食の皆さんにだけということでございますけれども、今回は影響を受けた幅広い業種の皆さんにも対象にしたいということで、応援
のための商品券発行をやりたいと思っております。それから括弧4の方が今度は出雲の観光応援クーポン券、これは市内に宿泊していただいた皆さんに、それぞれの飲食店、土産物店等で利用できるクーポン券を発行しようと。で、まあ、クーポン券としては2000円分、お一人2000円、1000券の2枚綴りを5万組を出そうというものでございまして、1億1200万円の予算を予定しております。それから括弧5が出雲のお宿応援キャンペーン事業、山陰限定としております。すでに両県知事が合意しております鳥取島根総合乗り入れの観光宿泊を、まあ、皆さんに呼びかけようと、できるだけ多くの皆さんに、利用していただきたいということで、その宿泊費のうち3000円、お一人3000円を助成するとものでございまして、まあ、先着1万人の皆さんということにしておりますが、この対象者は島根県民および鳥取県民ということになります。それ以外の県民の皆さんは対象にならないということで、3500万円を計上しております。それから中小企業と新事業展開支援事業、まあ、売上確保のためにさまざまな工夫を なさっている事業所の皆さんのさまざまな取り組みに対する経費の一部を支援しようというものでございまして、その対象者は市内に事業所店舗を持っておられて、持続化給付金緊急、等の、受給者等を対象としていると。で、補助率としては4分の3以内で1事業あたり50万円を上限とするというものでございまして、1億150万円を計上しております。なお これもその多くの事業者の皆さん、まあ、個人で農業経営なさっている方等も対象にしていくというものでございます。それから5ページに移っていただいて、括弧7が商工団体等の事業継続支援活動補助という、これはまあ、今年度すでに実施しておりますが、それぞれの団体が、売上減少対策に取り組むときにその活動費の一部を助成すると、補助するというものでございまして、補助率は5分の4、上限が1事業あたり100万円ということでございます。これが1000万円を計上しております。次の括弧8、飲食店感染症予防支援事業ということで、感染症予防衛生管理に取り組んでいらっしゃる飲食店の皆さんを支援するため、専門家を派遣し、それぞれ指導する個別指導、あるいは飲食店利用促進に向けた PR 経費等々に1000万円を計上しております。それから括弧9は、農林水産販売活動支援事業ということで、さまざまな販売促進活動、団体法人等でお選びになるものをに助成するということで、5分の4の補助率で1事業あたり50万円を上限として500万円の計上をしております。それから分野が少し変わって、文化教育分野ということで、まあ、この地域経済対策第7弾の中に少し文化教育というものを取り入れたところでございまして、括弧1については ICT 活用教育推進事業、まあ、新規といいますか流れの中での指導者用のデジタル教科書の導入経費2580万円、それから括弧2の方は小中学校の管理費で、感染症対策に必要な
保健衛生用品等の購入費を計上しておりまして、小学校35校、中学校15校ということで合わせまして、5280万円を計上しております。で、括弧3がこれは、中身も新しいものでございまして、さまざまな文化活動、まあ、ライブ等がなかなか開催できない状況にございます。入場者数をしっかりと制限した中で、また感染予防対策を行った上で、今年の12月末までに開催される有料の芸術文化公演に対する支援金ということで、まあ、市内に活動拠点を有するそれぞれの芸術文化の団体が、開催される、まあ、少しでも後押しになるようにという意味でございますが、それぞれ会場の収容人員に応じた額が支援金額でございまして、規模によって、4万円から16万円までの、まあ、4段階に分けております。総額では、500万円芸術文化元気はつらつ活動支援事業、まあ、このコロナ禍の中で、まあ、いろんなものが沈滞している、特に、こういった活動というのが大きな制限を受けている、まあ、その費用を絶やさないために、開催される皆さんを応援しようという内容でございます。続いて6ページに移っていただいて、まあ、その他ということで、感染症関係の、まあ、今の分類の中では少し違ったものでございますが、公共施設の感染症対策費として7600万円、特にコミュニティセンターには、こういった趣旨のものが今までなかったところでございます。その新規分としておりますが2000万円と、他の公共施設、本庁行政センター、それらの感染症対策経費7600万円を計上しております。括弧には各種指定管理施設の運営費、一旦は各指定管理施設にその減収分の対応をいたしましたが、その後の状況の中でさらにその支援が必要だというものでございまして、31施設に対して指定管理料の変更を行う、まあ、増額ですが1850万円を計上しております。それから括弧3、新型コロナウイルス感染症拡大防止策の啓発事業ということで、まあ、様々な形でですね、これからもしっかりと啓発に力を入れて情報発信をしていくという意味で、広報出雲の特集号の作成したり、ケーブルテレビのお知らせ、感染拡大防止協力金、この感染拡大防止協力金は自ら店名等を公表してですね、その感染拡大に協力していただいた事業所店舗に対して一次事業所当たり50万円ということで、まあ、すでにこの市内においても何件か、そういった対象になったところございますので、まあ、それらも引き続きやっていくということで、総額で650万円を計上しております。で、次の2の規定経済対策予算の補正というところでございますけれども、これは一番最後のページを見ていただくと、別紙として、今まで、それぞれ計上執行してきたものの、残等を整理したものでございまして、年度末にまでにその落とすものは落とし、その上で、取り組むものは取り組むという考え方で、精算をすると6億5810万円の減ということになります。続いて7ページ、これが、感染症対策とは別にですね、国の3次補正、もうすでに、3月補正の中では計上して、その時点で確定したものは計上しておりますが、その後、それぞれの省庁からの内需があったもの等を中心に、ご覧のようなものが
それぞれ、自然環境整備交付金事業では760万円、これは、立地区影響の梶川橋の改修ということと、満喫プロジェクトの日の岬のポケットパークの防護柵の改修とか、まあ、そういったものが認められると思う。2番目は、括弧には農業用施設の維持管理費ということで、まあ、水門、用水機場等の機能保全計画の策定業務という、まあ、市内には、たくさんの水門、あるいは用水機場、排水機場、たくさんございますけど、その中で老朽化したものを逐次更新していく計画の中で、一部その全体計画策定をしながら確実に改修整備をしていこうというもので、まあ、1500万円を計上しています。それから括弧3、林道整備事業、県の林道整備事業に対する負担金ということで、まあ、林道宮本肘田に1800万円を計上しています。括弧4は社会資本整備総合交付金事業ということで、産業、道路、都市計画課、まあ、それぞれが所管する事業、今回の3次補正で内需があった、事業を挙げております。総額で2億3350万円ということです。その次、括弧5、学校施設環境改善交付金対象ということで、これから出雲市立第二中学校の改築工事、また特別支援学級の工事、それから給食センターの再整備、まあ、そういった諸々のものが3事業が今回の内需がございまして、4億弱3億9280万円を計上しております。別紙は先ほど言ったように、今までやってきた第6弾までの経済対策の収支ということでございます。それから今日皆さんにもご案内しておりますけれども、ワクチン接種の、まあ、1時半からあれはありますが、実際には2時には始まる予定でございます。ぜひこの記者会見から直行していただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、なかなかワクチンの方もですね、我々はその当初国からその正確な情報はない中で、いつワクチンが来ても対応できるようにという準備を進めてきたところですが、河野大臣のコメント等を見ておりますと、65歳以上の接種も4月の後半にずれ込む、もしくはその5月というような話も出ているぐらい、なかなかそのワクチンそのものが契約分が順調に輸送されないということで、この昨日の含めて44万回分ですか、まあ、それでは到底そのこれからのワクチン接種に対応できないというところでございまして、まあ、とはいえ我々としてはやはり市民の安心のためにですね、ワクチン接種を確実に多くの皆さんに接種していただける、まあ、準備を怠りなく進めていくというところに尽きるだろうと思います。はい、すみません、以上でお話しするものは、なんかこれはというものほど聞いてください。あとはそれぞれ担当がおりますので、ありますか。はい、どうぞ。最新のですね、これ出雲の支援っていうのはいつから実施になるんですか。出雲シリーズ、出雲のシリーズ、今までの事業名に多少使ったりそのしておりましたが、今回、まあ、統一して第7弾についてはそれぞれの分野別に出雲のを頭につけようということで、市の独自施策というものを強調するためと、その後半タクシーに渡っているというところですね、理解しやすい
くするための命名でございます。3月1日からを即日実施、それは一番上 の PCR 検査の補助はその3月1日というより先ほど説明しましたが、その1日から その就活が解禁されると同時にまあいろんな動きがあるだろうと。で地元就職のために都会から帰ってくる人たちには少なくとも7日前の PCR 検査が必要だということで、本日この発表をしながらですね、その周知は規定予算の中でやりますと。でその不足分については今議会で、採決されれば その引き続きやっていくという意味ですので、他にはまあ、通常とは違った形で補正補正で今年度また来年度に向けてもですねやっておりますが、その間が空かないようにというのがまあ一番だろうと。今困っていらっしゃる皆さんにいち早くその力水を届ける、本当に困っていらっしゃる皆さんにお届けするのはできるだけ早い方がいいという考えでのこの予算編成でございますので、その辺をご理解をいただけたらと思います。ご質問はよろしいでしょうか。それでは以上をもちまして会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。